マシュー・クラドックは、ロンドンの商人、政治家であり、マサチューセッツ湾会社初代総督を務めた。1628年に設立されたマサチューセッツ湾、会社は、マサチューセッツ湾植民地を編成し設立した、ピューリタン実業家の組織だった。クラドックは、植民地を訪れたことがなかったが、そこでの土地と事業を所有し、ロンドンでその利益のために行動した。 その事業と交易帝国は少なくとも18隻の船舶を所有し、西インド諸島と北、アメリカからヨーロッパ、近東にまで及んだ。タバコの交易を支配した人物だった。クラドックはイングランド内戦につながる時代に議会派を強く支持した。東インド会社における応答派の保守主義に反対し、長期議会の議員としてイングランド国境界を急進的に改革しようとする。 徹底性がを指示した。1641年講義では指導的な役割を果たし、それから間もなく死んだ。クラドックの事業にはこの絵のような貿易用船舶を所有することも含まれていた。絵は16世紀末のレッドドラゴン号、マシュークラドックの前半生については何一つ知られていない。スタッフ,フォードシャーの家系の出身であり、やはりマシュークラドックという名のいとこが、 スタッフォードの市長を務め、スタッフォードシャアのケ馬バーツール城の場所に邸宅を建築した。クラドックの父は聖職者だったが、祖父は商人であり、一族の他の者たちも貿易に関わっていた。クラドックは2回結婚した。最初の妻ダマリスとの間にはやはりダマリスと名付けた娘ができた。2番目の妻レベッカとの間には3人の子供ができたが成人しなかった。 レベッカはクラドックより長く生きたが、クラドックの遺言には子供のことが言及されていない。1606年、当時ロンドンの大きな商船会社だったスキナーズカンパニーで、ウィリアム・コケインの下に土手となった。おそらく北西ヨーロッパで貿易を始めたが、その後近東まで事業を拡大した。1627年には、レバントカンパニーに加わり、1628年には、 東インド会社の株式2000ポンド分を購入した。1629年から1630年には東インド会社の支配人を務め、1634年から死亡した1641年にも務めた。クラドックはその事業と個人的なつながりを使い、魅力ある貿易、すなわち新世界のタバコを均等に運び、食料をタバコの産地である北アメリカと、 西インド諸島の植民地に送ることを勧めた。1627年から1640年に18隻の船舶の所有者あるいは共同所有者であると知られ、東方貿易とヨーロッパ海域での貿易双方に及ぶ交易業者としては比較的数少ないものの一人だった。1630年代末までにアメリカ大陸に関わる最大級の貿易事業の中心にいた。 1640年、クラドックは東インド会社の保守的応答派の指導に反対した事業家集団の一員であり、会社の経営を改革しようとしたが、うまくいかなかった。ロンドン商人の北アメリカに植民地を設立し管理することに関する関心は、1624年にロンドン会社が失敗し、その後バージニア植民地が、 王室直轄植民地に転換されたことで絞んでいた。クラドックはその顕著な例外だった。クラドックはピューリタンであり、失敗したドーチェスターカンパニーの資産を引き継いで、北アメリカの植民地化に新しい事業を起こすために、ピューリタンの宗教と事業の指導者集団が結成したニューイングランドカンパニーに1628年に大きな投資を行った。 クラドックは1628年5月13日に会社の初代総督に選ばれた。それから間もなく、この会社はニューイングランドのためのプリマス委員会からマサチューセッツ湾沿いの土地の権利を獲得し、ジョン・エン・デコットに少数の開拓者をつけて派遣し、現在セーラムと呼ばれる地に植民地を建設する過程を開始した。ジョン・ウィンスロップ、マサチューセッツ湾会社総督として、 クラドックの後継者会社の土地は問題がないわけではなかった。そこは以前にジョン・ウォールダムが取得していた土地の権利範囲と重複していた。1629年初期、クラドックはエンデコットに手紙を書き、この問題について警告し、権利を主張した地域に開拓者を植民し、オールドプランターズとうまくやっていくように指示した。クラドックはまた開拓者が、 造船など利益を上げられる活動を行うことも推薦した。1629年後半、新たな小さな船体が植民地に向かった。乗っていったのはピューリータン開拓者に加えてクラドックの事業に関わっていたあらゆる種類の熟練した技能者たちだった。会社はその権利を守るために1629年に王室直居を取得し、その下で クラドックがロンドン財の植民地総督に指名され、植民地ではエンデコットが統治した。同年、国王チャールズ一世がスコットランドとの戦争を望んだことによる政府の財政不安によって、会社の投資家たちはその投資が危険になることを恐れるようになった。クラドックは1629年7月の株主会議で会社はその統制力を 植民地自体に渡すことを提案した。会社の認可では株主会議をどこで開催するか規定していなかった、ゆえに可能になることだった。しかし、投資家の中には植民地に移住することを望まないものがおり、そのような投資家の持ち分を買い取る手段を工夫する必要が生じた。夏の間続いた交渉の後で1629年8月29日に合意に至った。 それによると移住する株主が7年後にイングランドに泊まっている株主の株を買い取ることを求めていた。イングランドに泊まる者は毛皮貿易など植民地の事業活動のいくつかの利益を受け取ることもできるとされた。移住する株主の一人であるジョン・ウィンスロップが10月に会社の総督に選出された。ウィンスロップは1630年にマサチューセッツに渡った。 開拓者を運んだ船体の中には、クラドックの船も2隻含まれ、その利益を監視するためにクラドックの代理人と、重木も渡った。ワイト島で移民を送り出したクラドックは、イングランドに泊まった。クラドックの代理人がメドフォードにプランテーションを確保し、植民地では、初の造船所など、クラドックが出資した事業の基地になった。植民地が発展すると、 クラドックの所有地が拡大し、イップスウィッチやマーブルヘッドの土地も含むようになった。クラドックは植民地に行くことはなかったが、ロンドンでそのための捜査を継続した。1629年、移住に応じるピューリタン牧師を募集するために動いた。開拓者は、食料不足とインディアンからの脅威のためにひどい苦境にあると主張し、国王のスーミツ密院から、 植民地宛てに自由に食料を輸出する許可を求めた。クラドックとウィンスロップ総督は手紙を交換した。1636年にクラドックが書いた手紙では、現在ハーバード大学と呼ばれる高等教育機関の設立に50ポンドの出資を約束していた。1633年、マサチューセッツ湾植民地支配者による行動が、数密院で問題にされた。ピューリタンに対抗する。 者たちが植民地の管理者は国王とイングランドの方からの独立を求めていると告発してきた。クラドックなど会社の代表者が数密院に呼び出され告発への弁解を求められた。彼らは開拓者の行動をうまく弁護したが、1633年2月、ピューリタンの敵対者は船一杯の開拓者を出港できないよう拘束することに成功し、 植民地の直居検査のために、スミツ密院に提出させることとした。クラドックがそれを提出するよう求められた。クラドックは、直居が植民地にあることを、ツ密院に伝え、直居を届けさせることを約束して船を出港できるようにした。ボストンの植民地委員会は、直居が取り消されることを恐れ、それを送らないことを望んでぐずぐずしており、 1634年7月の会議では植民地議会の評決によって直挙を送るかを決めると主張した。議会は9月まで開催予定がなかったので、9月になってやっと問題が取り上げられた。議会はこの問題を検討することを拒否し、この問題に関する軍事的対立を。1634年植民地に軍隊を運ぶことを意図した船の出港は成功せず、 植民地に対する軍事的脅威は去った。しかし政治的脅威は続いており、植民地の土地特許の発行者であるニューイングランドのプリマス委員会の直許が取り消された。さらに1635年にはクラドックとマサチューセッツ湾植民地の関係者に対して刑事告発がなされ、しかもその中にはデッチ上げのものもあった。クラドックはそれら告発のほとんどに対して 無罪となったが、権利侵害について、有罪となり、会社のために行動する権限を取り上げられた。ヘンリー・ベイン・ザ・ヤングは1640年、クラドックは、シティ・オブ・ロンドン自治体の監査役になった。1640年4月、クラドックは、ロンドン市の代表として、短期議会会議員に選ばれ、同年11月には、長期議会の議員に再度選ばれた。ブラドックと、 その他ロンドンの議員は政治的にヘンリー・ベインザ・ヤンガー卿の率いる議会派に組みするものであり、イングランド国教会を急進的に改革しようとする徹底制案を支持した。長期議会の開会期に国王がロンドン等を要塞化しようとしている計画を非難し、守備隊がいなくなるまで市は税の割り当てを提出しないと宣言した。1641年5月初旬、クラドックは 国王がロンドン等を占領するために武装兵を送る作戦であると報告する伝言を議会に送った。この知らせで1641年の講義が始まり、その中でクラドックが主導的な役割を果たした。クラドックは議会で活動的であり続け、不従順のための委員会委員を務めたが、1641年5月27日、全く突然に死んだ。 ありがとうございます。